こにちるちる商業ビューレビューサイトちるちる記者の明智とコミコです。よろしくお願いしま す。そしてね、本日またもや豪華ゲストの方に来ていただきましたのでご挨拶お願いします。はい、書店花です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますBL ソムリエ検定の筆記試験皆さんあったじゃないですか今回のねそう試験はいつもよりね特別だったんです。 BL 漫画紹介 TikToker として大人気の花さんが今回ガチ挑戦してくださったということで、はい、そしてそんな花さんに対抗すべく私ポミコもガチで挑戦してきました。おーということで、じゃあね、うん、感想をね先にどうでしたか。いやもうね、10月8日の日仕事してからの J ガーデン行ってからの帰ってきてからと勉強とかしながら9時を迎えて、でパッと押した瞬間に、うん、1問目からもうなんかもうすごいのが来て緊張感だったんですけど、なんかもう普通みたいな感じで、でもあっという間の30分というか最後なんかやばいやばいやばいと思って、そうセンター試験の感想かなっていう感じでということでね、今回のチルライブはソムリエ検定に挑戦したお二人と一緒に筆記試験を振り返る丸付けライブと、あとは実技試験に備えたおすすめラリーをね、はい、紹介していこうと思います。はい、はい、その1、筆記試験の結果やいかに BL ソムリエ検定丸付けライブ。やったでは早速、うん、今回出題された問題の中からピックアップしてお二人の回答とともに振り返っていきたいと思います、はい、準備できてますか。はい見てないんでもうどうなってることやらちょっとねここで一致する姿をお見せしましょう。はい、はい、こちらですね BL 漢字問題今年から出た出た導入されたものです。そうそう、で一つだけ部首が異なる選択肢があるんですけれども、まあ、1番がかすれた声で泣く、2番が高ぶりをしごく、3番がじらすようにこすりつける、4番がささやかれて身をよじるということでね。はい、これバンされないかすごい心配です。こういうね漢字力も問われるのが出されたということで、探検一級受けてんのかなじゃあポミコさんこれ何番選びました。はい、3を選びましたね。おお、じらすように。花様これね1番選んだんですよ、ね、おあらそうなんです、別れた。あらじゃあいや出てこないです、全部の漢字が出てきてなくて。答えはこれだ、これ3番ということでポミコさんが正解です。こうやって出てくると、うん、ああそうだったってなるんですけど、俺全然わかんなくてですね。かすれたなんか飴かんぶ、なんかつゆみたい、おつゆみたいな、なんかそんな感じのイメージがあって、うんうんうん、飴かんぶ、いやこれだけ飴かんぶりじゃないかな一番みたいな感じだったんですけど、でもこれで見たらあ確かにって感じね。確かにそうね、読むとね、うん、いけるんですけど、3番のじらすだけあのレンガ、ね、レンガですねこれ。そう、股間が底辺ということで、うん、まあ、今回はポミコさんが、うん、あ関係イコール男検定、 BL 男検定と書いて関係、最高かも。天才では。なるほど、そういうことか。天才だ、天才が。次の文章は安倍美幸先生の大人気作スーパーラバーズシリーズを説明したもの、空欄に当てはまるものを出してもらいます。じゃあ花さんこれ何番選びました。これが2番選びましたね、うん、もう完全にちょっと白状すると俺スパラバちょっと読んでなくて、書店知識できました、ね、発売これぐらいと単行本は、今17まで出てるはず、うんうん、これはもうそこです、俺はもうそこで行きました。うわー本業の本命が出されてるな。そうだから2010年、それぐらいだったんじゃないかな、アニメとかもみたいな、で2番にしました。なるほど、なるほど。私ももう本当にこれは急いでたんで、もう分かんない2番ってして2番にしました。たまたま一緒、あすごい。じゃあお二人じゃあ回答一緒ってことだです ね。答えははい2番ということでお二人合ってます。花さんの書店パワーにあやかりました。17巻まで出てるっていうのを覚えてたんですけど、なるほど、2010か2006はぶっちゃ悩んで、これもあの該当する問題としては名作 BL 問題の中から出しているんですけど、やっぱ17巻もね続くとなかなかって感じですよね。筆記試験の合否はまだ発表されないということで、今回は自己採点結果でソムリエ対決に一時的な決着をつけたい、はい、私の点数がどっちが上かっていうもののところで、はい、あ、6、おお、怖い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 、ドキ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 、ほっ、あ、怖い、ということで今回の勝者ポミコさんです。やったー、やっぱさすがチルチル編集部、光栄です。光栄の一言に聞きます。
悔しいっすね。純粋に悔しいっすね。いや、もうガチでね、私たちやりましたから。来年またちょっとリベンジして。嬉しいです。リアルリベンジ。惜しくも負けてしまったアドさんなんですけれども、うん、自信を取り戻すためには、やっぱり攻め様の運気、必要じゃないですか。必要ですよね。ということで、勝者のポミコさんがね、大好きな攻め様珠玉の言葉攻め台詞をね、うちわに向かって愛を囁いていただこうかな。これまさか私がお願いできると思ってなかった。ちょっと読ませてください。はい、はい、私がここで受けを憑依させますので、はいはい、受け君に向かって。一旦タイム。いや、でも大丈夫です。大丈夫ですか？マイクちょっと手前に持ってくるから、はい、言葉攻め台詞まで、3、2、1、はい。いっぱい可愛がって、マイダーリン。その100万倍可愛がってあげるから、マイプリンス。セメ様のパワーを思い出せる、ね、全てがね、あの運気がパワースポットのように、はい、よくなりますので出展はね、木下恵子先生のハイかぶりコンプレックス、はい、6巻こちらからね、引用させていただきました。ぜひぜひお手に取ってマイダーリンのところどこかなっていうのを確かめていただけたら、はい、お願いします、はい、修行編ということで BL おすすめラリーをね、花さんの本領発揮ということで、本領発揮ですね。はい、一つ目ね、コメントいただいたのはドムウケの作品が読んでみたいということで、おすすめの作品ありましたらボタン押してください。いっちゃっていいのかな、あ、いっちゃっていいのかな、はい、食われるほどに暴かれて、食われるほどに暴かれて、待って、隠して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 、やばいやばい、よさたこのライオンでバーサーのところがあった。作者名が高木さんかな、りょう、はい、うん、先生ですね、うん、まあ、伊勢式はスイッチですね。うん、ドムとドムだったんだけど、うん、スイッチでサブになっちゃうみたいな。わ、うん、最高。ヤクザの組長とかだったよね。がちょっともともとドムで、周りの写真とかみんなもサブで集めてるんですよ。はいはいはい、で、もうお前たち俺の言うこと聞けみたいな、うん。もうめっちゃ俺様みたいな感じなんですけど、この顧問弁護士みたいな、このメガネ攻め、はい、こいつがね、悪いやつなんですよ。悪いやつだし、悪なんすか、ドムのちょっとこう、まあ、ランクで言うと最上級 SSS ランク。ああ、ランク的に。ランク的には。うん、で、組長も SS なんだからめっちゃ高いランクなんだけど、こっちの方が高い同士で、スイッチ入っちゃって、サブになっちゃって、そうなんですよ、劇場で。弁護士というか、このメガネ攻めのね、はい、この、もうね、ドキチクなんですよ。最高。鬼畜メガネは最強なんですよ。ずっと強がってたのが、うん、だんだん。もう一気にって感じです。もうそこはもうコマンド使っちゃいますから。そうだ、コマンドがあるんだ。もうそこでもう落ちます、完全に。最高です。完全に落ちます、そこで。絶対読む。みたいな。ぜひ読んでください。ぜひぜひ読んでいただきたいです。うん、ということで、まあ、一度目の決着がついた BL ソムリエ検定バトルでしたが、ねえ、いかがだったかな。いや、もうさすが、チルチル編集部さん。いやー、でも、来年はちょっと打倒したいですね。来年はちょっと、100点みたいな。いや、でも、それは言い過ぎ、ことで、花さんから何かお知らせなどありますかね。そしたらまたあれなんですけど、我が未来屋書店で書店花 BL コーナーやってますんで、今150店舗ぐらいで、うん、北は北海道、南は沖縄までやってもらってますんで、すごい、お近くのね、大体なんかね、イオンとかイオンモールの中に入ってる本屋が未来屋書店で、そこの7、8割ぐらいが未来書店です、はい、その未来書店の7、8割ぐらいのお店でやってるんで、ちょっとお近くの未来書店あったら、ぜひぜひ、BL コーナー覗いてみてください。まあ、今回ちょっと終着攻めみたいなやつとかね。そういうちょっとコーナーみたいなやつとかあったりもするんで。そうですね。素晴らしい。人気は直接おすすめのコーナー。直接おすすめしたやつが200冊ぐらい並んでる。いや、200! 200冊ぐらい並んでるんで。毎日1冊読んでも1年近く。最高は全部返しましょう。ぜひぜひ読んでみてください。はい、これまでのね、書店花さんとのコラボ動画たくさん撮ってますから。はい。チルチルのね、公式 TikTok ぜひチェック、うんうん、要チェックですよ、皆さん。要チェック。そう。新たにね、一作、我々してもらったのがね、さっき紹介してもらったので、そ, まあ、そこからまたね、うん、アップしますので。最高のコラボ動画、そう、TikTok チェックしてみてください。そして、大量のね、おすすめビールで常に、あ、いっぱいの、
ね、花さんの TikTok のチャンネルやっております。 YouTube でもあるんで、チャンネルぜひぜひぜひ、おすすめされたい方はコメントも GO ですよ皆さん。はい、はい、引き続きお見逃しなくなくということでね、うん、じゃあ今回のチルライブはここまでということで、うん、じゃあ最後の挨拶言っても大丈夫ですか。はい、せーの、バイチル、ありがとうございました。